こんにちは、茂木和也です。今日は私の大好きなこちら、キッチンハイターを使ってお風呂掃除をしてみようかと思っております。お風呂全体を隅々まで掃除をするのではなくて、3箇所に絞って掃除をしていこうかと思っております。なので動画の方も3回に分けてお届けしようかなと思っております。ということで、まず第1弾はお風呂の排水口の掃除ですね。では早速始めていきたいと思うんですけれども、まずはキッチンハイターを使いますので手袋をします。そして換気扇も回しますね。はい、これはニトリル手袋の使い捨てタイプですね。では蓋を開けて見ていきます。ここに溜まっていた髪の毛は取りました。こういったポリ袋を使ってですね、で手にはめて取って、そして反転させて、で残った毛はティッシュペーパーでこう集めて、そしてポリ袋に入れて捨ててきました。あまり毛が溜まってる状態を皆さんにお見せするのも悪いなと思ったので、ある程度毛だけはですね取りました。では掃除に入っていきますが、その前に自作ブラシを作ります。まずこちら割り箸を割ってですね、片方の方を3分の1ぐらいのところ、このぐらいのところにハサミで切れ込みをこういう風に入れますね。切れ込みを入れて、そしてパチンと。こっちの長い方を使いますので、こっちは捨てます。そして次にこちら、これはスコッティの洗って使えるペーパータオルですね。これをだいたい5センチぐらいでしょうか。このぐらいにカットします。はい。そしたら先ほどカットした割り箸の方にですね、巻いていきます。だいたいペーパーの真ん中ぐらいに置いてですね、くる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 と。ここがブラシ部分に当たるところですね。こんな感じで巻いて、真ん中に置きましたので、ここが真ん中からこんな感じで曲がるという状態ですね。そして、ここの首のところを輪ゴムでくくりつきます。これちょっと特殊なモビロンバンドという普通の輪ゴムより強度が強い輪ゴムですけれども、別にこれじゃなくても普通の輪ゴムで全然大丈夫です。掃除中に取れたら大変ですから、詰まりの原因になるかもしれませんので、きつめにこんな感じでくくりつけます。そして、もう一方の割り箸の方にこちらをつけていきます。ここも輪ゴムで巻いてつけていきます。まあ、ここは適当ですね。うん。適当です。はい、これで完成です。で、これをどこの掃除に使うかというと、排水口の中の配管の掃除ですね。後で開けてお見せしますけれども、まっすぐ下に配管は伸びていないんですよ。左右に行ってるんですよね。バスタブ側と、あと排水される側に。なので、こういう風な形にしますと、もうぐるんと中までですね、しっかり掃除ができるということになります。それで後でカメラを近づけてお見せしますが、ここの黒カビが気になるので、そこもキッチンハイターで落としていきますが、ただつけただけではダラダラ流れていきますので、この残ったペーパータオルで湿布してですね、落としていこうかなと思います。なのでこの大体幅ぐらいに合わせてですね、このぐらいですね。これにカットして、そうすると長さ的にちょうどいい感じになりますので、3本分作ればいいわけですもんね。1本分。そして2本分、3本分ですね。はい。このようなペーパーが3本できました。なので1本、2本、3本とペーパーシップができます。では、掃除を始めていきますね。まずは、このパーツ類を外していきます。はい、どうでしょうか。結構汚れてますね。ぬめり汚れと石鹸カスでしょうね。我が家では石鹸を使うので。はい、これもぬめりと石鹸カスですね。このバスタブの中の線もですね、これ引っ張ると取れますので、ついでに洗っていきます。我が家のお風呂は、TOTOのサザナですけれども、簡単に取り外すことができます。では先に何をやるかというと、まず先に、このパーツ類についているぬめりをシャワーで落としていきます。ぬめりなんで簡単に落ちますので、手でこうやってですね、落としていきます。隙
間のような狭いところにはフル歯ブラシを使って落としていきます。サザナの排水口についているこの蓋のゴムなんですけれども、これはですねヘラで取れますので、しっかり洗いたい方はこれを外してですね洗うのがいいのかなというふうに思います。ここは前回洗いましたので、今回はつけたまま洗っていきます。こういう細い隙間、洗いにくい時はフル歯ブラシを使っていきます。こういう風に首を曲げるとですね、熱湯で簡単に押し込むと曲げることができるんですけれども、掃除しやすくなりますね。先にぬめりを取ることで、この後使うキッチンハイターの効きが良くなるんですよ。塩素って非常に不安定で、熱とか光にも分解されやすいんですが、汚れにももちろん分解されるので、最初にですね、しっかり汚れを落としてあげると、非常に塩素の効きが良くなります。あと、塩素系の漂白剤は匂いがきついじゃないですか、あの独特の塩素臭なんですけども、その匂いを抑える効果もありますんで、先にですね、こうやってぬめりを落としてあげた方がいいですね。特に塩素の匂いが苦手な方にはおすすめですね。ここのオーリングは外します。はい、パーツ類を洗い終えましたので、ちょっと寄せておきますね。そして今度はまずシャワーをですね、バスタブの内側から流したままにしてですね、この状態で先ほど作った自作ブラシで洗っていきます。そうすると流れができますからね、洗うとですねゴヨゴヨした汚れが出てきますけれども、その汚れがですねスムーズに排水されていきますので、掃除がしやすくなります。ではまずはこの周りから洗っていきますね。ここに黒い跡がありますけれども、これはゴムの色移りですね。これ橙の滴で簡単に落とすことができますが、今回はやりません。では中を洗っていきます。ぬめり汚れ出てきますね。これバイオフィルムなんて言ったりしますけれども。こんな感じで洗いやすくなるんですよ。ぐーんと入ってきますから。ここまで入ってきますからね。排水口掃除するときに専用のブラシがあったとしてもですね、一回使うとその後どこに保管しておけばいいかちょっと困ったりしませんか？なんか不衛生な感じがして、他のブラシと一緒にですねまとめて保管したくない気持ちになったりしませんか？私はするので、自作ブラシを作ってですね使い捨てしますね。で、自作ブラシにするんだったら1円でも安く作りたいということで行き着いたのがこの作り方なんですけれども、お水がこう流れていきますから綺麗にもうすでになりましたよね。なかなかここのゴヨゴヨした汚れがですね抜けなくて困ったりする時もありますけれども、バスタブ側からシャワーを流すと簡単に綺麗にすることができます。ではシャワーを止めまして、それでは次にここの黒カビを落としていきますね。カメラを近づけてお見せしますね。こんな感じです。結構頑固なんですよ。隙間にですね入り込んでいまして、結構頑固なんですよね。はい、この奥のラインは綺麗ですね。ということで、いよいよこのキッチンハイターを使っていきますが、こちらのお掃除用のマグカップにキッチンハイターを少し入れまして、そしてフル歯ブラシでまず塗っていきます。そしたらですね、先ほど作りましたこのペーパーをペタッと貼って、でさらに上からハイターをつけていきます。
洗って使うペーパータオルだと厚みがありすぎてあまり良くないのかもしれませんね。もう少し薄めのペーパーの方がですね、貼り付きがいいのかなと思ったりしますけれども、はい、こんな感じですね。そして残ったハイターをですね、この中に入れます。はい、ここのお水の量に対してどのぐらいあるんでしょうね。2リットルぐらいでしょうか。それでだいたい10ミリリットルぐらいですね。このままですね、しばらくつけ置きします。除菌消臭ですね。で、ここのつけ置きについては黒カビ落としと、黒カビ落としは原液、除菌消臭は薄めた液ということになります。では次にこちらの外したパーツもですね、除菌消臭していきますので、バケツを用意しまして、バケツに水を張っていきます。ポイントは水を張ることですね。お湯じゃなくて、酸素系漂白剤の場合はお湯の方が効果的なんですけれども、塩素系漂白剤はお湯を使っちゃダメですね。水です。その理由は塩素は非常に不安定で、熱でもですね飛んでいきますから、飛んでいくと気品が悪くなりますので、あまり飛ばないようにできるだけ冷たいお水を使うということになりますね。このバケツは無印良品の蓋付きバケツです。横側に目盛りがついていて、計量がとても簡単にできます。一番上のラインまで水を張りますけれども、一番上のラインが7のラインですね。はい、7のラインで、そこにキッチンハイターを、今回はちょっと汚れがひどかったんで1杯、2杯、3杯、4杯入れます。3杯でも十分なのかもしれませんが、今回4杯入れます。ちなみに塩素系を使ったお風呂掃除というのは、お風呂掃除に限った話じゃないんですけれども、個人で浄化槽をお持ちの場合はですね、浄化槽のバクテリアが死んでしまう恐れがありますので、基本的にはやらない方がいいです。どうしてもやりたい場合はメンテされている業者さんにやれるかどうなのかを確認されるのがいいと思います。ではこの中にですね、パーツ類をつけていきます。しっかり測って付け置きしたいという場合は、キッチンハイターにですね、薄め方目安書いてますから、それに沿ってですね、希釈液を作られるのがいいと思います。はい、あ、ここにもですね、黒カビありますもんね。うん、あ、結構ありますね。うん、ちょっと濃いめに作ってよかったですね。このままですね放置すると、この黒カビもですねだいぶ落ちてくれると思いますから、しっかり浸かりますね。では念のため蓋をしてですね、30分ぐらい放置しようと思います。はい、30分経過しましたので、まずはペーパーシップしたカビの様子から見ていきます。ペーパーを取って、あ、綺麗になってますね。はい、カメラを近づけてお見せしますね。はい、どうでしょうか。綺麗になりましたね。少し残ってるところもありますけれども、まあ、ほぼほぼ取れたような感じですね。ここのラインが一番ひどかったと思いますけれども。はい、ではシャワーですすいでいきます。はい、次にパーツ類を戻していきますね。その前にこの蓋の黒カビ見てみますか。30分では落ちきれませんでしたね。うん、30分では残ってしまったんですけれども、塩素濃度の問題もあるかもしれませんね。この黒カビを落とすには薄すぎたのかもしれません。以前ここの部分の黒カビをしっかり落とした時の様子をですね、動画にしておりますので、気になる方は概要欄にリンクを貼ってきますので、ぜひご覧になってみてください。他のパーツに関しては綺麗になってますね。まあ綺麗になっているというか、漬け込む前からぬめり汚れを取って綺麗な状態だったんで、まあそんなに変わってないですけれどもね。はい、この中にですね戻していきましょうか。一応まあ同じぐらいの塩素濃度ですから、お風呂側からも注ぎ入れます。このオーリングを戻して、
ではパーツ類を戻していきます。あとはこの蓋もですね、お風呂の方に戻しますね。はい、これで排水口の掃除が終わりました。はい、ということで今回はこちらのキッチンハイターを使ってお風呂の排水口の掃除をしてみましたが、このキッチンハイターを使う上でのポイントはですね、3つあります。1つは最初にぬめりを落としてからキッチンハイターを使うということですね。ぬめりを先に落とすことで塩素の効きが良くなりますし、塩素の嫌な匂いをですね、抑えることができます。そして2つ目のポイントは十分な時間つけておくということですね。パーツ類をバケツの中に漬け込んだり、この排水口の中にも直接液を入れて漬け置きしましたけれども、結構薄い状態で漬け置きをしますから、その分ですね、しっかり時間をとって長く漬けてあげた方がですね、より効果的なんですよね。しっかり汚れを落として除菌と消臭もしたいということであれば、やっぱり今回のように30分ぐらいはやった方がいいのかなと。汚れがそれほどひどくない場合はですね、30分もしなくてもいいんですけれどもね。ただ今回この蓋に黒カビがついていましたけれども、あのぐらいしっかりした黒カビがついている場合はもうちょっと長くつけないといけなかったのですが、もしかしたら長くつけても落としきれないこともあるかもしれません。黒カビを落とす目的だとしたら塩素濃度がちょっと薄すぎるのかなという感じがしますので、黒カビを落としたいという場合であれば、この排水口の縁を落とした時のように原液をペーパーで湿布するとか、泡タイプやジェルタイプの塩素系のカビ取り剤、キッチンハイターとかモテイカゼのカビ取りジェルスプレーとか、まあそういった液を留めておきやすいものを使ってですね、カビ落としをされるのがいいと思います。そして最後の3つ目のポイントは、できるだけフレッシュなキッチンハイターを使うということですね。今回掃除するにあたって先日このキッチンハイターを買ってきました。なので非常に新しいものです。塩素系漂白剤はキッチンハイターに限った話じゃないんですけれども、いくらしっかりキャップを閉めていたとしても少しずつですね、塩素濃度が飛んでいくんですよ。一夏を越してしまっているものだとより飛んでいるでしょうし、1年とか2年とかそのぐらい長くお持ちのものだとだいぶ薄い状態になっていると思います。塩素がですね、薄くなっている状態であれば、今回のように漬け置き洗いする時の入れる量もですね、変わってきますし、どのぐらい入れればいいのかもよくわからないので、塩素系を使ったどちらかというと嫌なお掃除ですし、早く終わらせたいじゃないですか。塩素の匂いも嫌ですから、どうせやるんだったら確実に効果を出したいですよね。という意味でも新しいものを使われた方がですね、いいのかなというふうに思います。はい、ということでキッチンハイターのお風呂掃除第1弾は排水口掃除でした。次回はお風呂の床掃除にこのキッチンハイターを使ってやってみたいと思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも